じゃあ、ここから始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、じゃあ、今日の質問内容がありましたら、えー、ご本人の口からどうぞ。あはい。えっと、僕の今日の教えていただきたいことが、えー、プロになるための正確な音程の取り方っていうのを教えてもらいたいなって思ってるんですね。うん、<で>ほうほうほう。 っていうののもその歌ってる最中にどうしてもところどころ音程っていうものが外れてしまうんですよ、はい。でその歌う前歌の練習する前にその歌の原曲をしっかり聴いてでその原曲の音程通りに歌おうっていう風にするんですけどやっぱりところどころ音程が外れてしまうことがありまして、はい。でその音程が あ今外れたなっていうのも歌ってる最中にもう分かるぐらいなんですけどで,<ー>そ,、はい、でその時に音程をじゃあ正しい位置に修正しようって思うんですけどその正確なその原曲の正確な音程の位置ってじゃあどこなのって聞かれると分からないんですよ。ななんとなくは 分かるんですよ、うん、こう曲を聴いてて、うん、だいたいこれぐらいの高さだなっていうのは分かるんですけどただ正確には分からないんですよどうしてもだいたいこのぐらいの高さぐらいで終わっちゃうんですね、うんうん、だから例えばここのフレーズちょっと下の方に音程がちょっと下の方にずれちゃったなって思ってじゃあもうちょっと上の方の音程で歌おう。 って思った時にじゃあどの程度上の位置なのどの程度高い今よりも高い音を出せばいいのって言われるとわからないんですよだからなんかこう歌を歌う時になんとなくででしか歌えないというか行き当たりばったりっていうんですかねうん、うん、なるほどねはい 次のフレーズの高さはだいたいこれぐらいの高さよしじゃあこれぐらいの高さで歌おうって歌うんですけどやっぱりだいたいこれぐらいっていうのしかないからこう外れてしまう時は外れてしまうしで正しい音程を出せる時は出せてしまう出せる時もあるしっていう,こうなんかまちまちといいますかちょっと言い方はちょっと正しいかどうかわからないんですけど頭の中に 楽譜がないっていうんですかね正確な楽譜がないと言いますかだから音程だけじゃなくてリズムとかもその正確には分からなくてだいたいこれぐらいのリズムだよねとぐらいしか分からないのでリズムもこう外れてしまう時は外れるしでも合ってる時は合ってしまうしっていう状態なんですねでそこでその質問なんですけどそのちゃんと正確に 歌歌歌をえ歌えるるリズムもも音程もちゃんと正確に歌えるプロになるための正確な音程の取り方歌の歌い方っていうのを、えー、教えてほしいなと思いました、はい、なるほどねわ、はい、かりました、はい、でね二つまず君の質問に答える前に2つちょっと言いたいっていうか伝えたいことがあるんですけど、はい、あのまず1点目、はい、1> あのー、数か月前に君は「はい」 ものすごいひどい音痴だったわけじゃないですかそうですねその君がこう数ヶ月でよくこれだけこうレベルの高い質問をするようになったなというのを非常にしみじみと思いながら聞いてましたよ <laughs> あ本当ですか <laughs> 今回の質問内容っていうのは非常に高度ですよねはいもうめちゃくちゃハイグレードな質問ですよはい だからそういうことが気になるようになってきたんだなってそんだけ成長したんだなと思ってさ前はもう全然こういう,こうハイグレードなことなんて感じもせず気づきもせずただ歌ってたわけじゃんはいで自分が下手だっていう自覚もなかったわけでしょすごいその歌の技術とかそういうものももちろん成長したんだとは思うけど はい、君のメンタルの成長を感じるよね <laughs> ありがとうございますうこういうことを感じるようになったんだなと思ってさ <laughs> い,いえもう師匠のおかげです <laughs> <laughs> あとでも,もう一個はね、はい、君の声がはいあのー、良い意味で、はい、より声優っぽくなったほう声優っぽくうんはいあのー 例えばそのアーティストシンガーっていうのはいろんな声があっていいわけなので、はいあのー、例えばっって知って知ますいや分からないですえじゃあサッチももう分からないですあそ、まあそっかかなり古昔の人なんだ歌手なんだけど、はい、こうガラガラ声がものすごいもっとす,すごいガラガラ声の人ではいこう 歌ってもこうなんていうかなこう声優声楽とかオペラみたいなああいうこうハーって綺麗な方じゃなくて、はい、もうぐしゃぐしゃな声質の人っているじゃん。あはい、でもすごいハートフルだったり、はい、それがすごい心にこう染みてだからなんか気取ってる声がいい声って決まってるわけじゃなくて、はい、いろんなその例えばロックのシャウトとか。はい ヘビーメタなんて言ったらわざとこうガーって自分で声潰して歌ったりするじゃん。うんはい。だから歌手ミュージックシーンっていうのはそのいい声の定義って本当に幅広なんだけど、はい、声優さんでのいい声いわゆるイケメン声と言われるようなある種カテゴリーってあるじゃん。はい。そういう感じに君近くなってきたよね。前もちょっとそういうところあったけど、はい、よりすごくいい声になってきた。おー。 たな,な,なんですかね <laughs> 多分ちゃんと練習っていう意識があって歌ってるからじゃないああ正しい声の出し方でやろうっていうのがうん,うん、うん、ああはいだから声のグレードがすごく上がってきてますよねあ本当ですかうんあよかったです <laughs> で今日マイク変えたっていう話あったじゃん、はい、それも影響あるのかもしれないけれど、はい、前よりマイクのりがよく聞こえますよね声があ本当ですかうん あよかったです <laughs> だから歌っててもさ、はい、歌声とか受け方ってやっぱり前よりいいんじゃないはいもう全然違いますなんか、うん、褒められることはやっぱり多くなりましたうん、うん、よかったですね <laughs> はい OK でじゃあいただいたその質問の答えになりますけれどもはいあえっとね7分いってるんで一旦区切らせてもらっていいですかあはい分かりました